はい、皆さんおはようございます。コニテです。今回実況するゲームはアナザーワールドです。だいぶ前に買ったんですけど、プレイ5分でアンインストールしたこちらのゲームをなんとか最後までクリアしたいと思います。さあ、それではやっていきましょう。まあ、イントロから見ますか。これ20年前のゲームですよ。尋常じゃないくらい美しいゲームですね。顔で笑ってしまう。遺伝子情報をパスワードにしているんでしょうね。これが未来のディスプレイでしょうね。 3D なんですね。もう液晶の時代ではないんですね。ホログラム。今何の仕事をしてるんでしょうかね。シールドって書いてあるよ。オフ。なんか回転が早い。穴早くて読めないな。あと20秒で何かが始まるみたいです。それまで暇なので、おでんでも飲んでんのかな。秋葉原のおでん缶みたいな飲んで、あと2秒、1秒、そして、雷が鳴ってきましたね。やたら雷半端ないですね。風も強い。そしてなぜは、お、やばい。雷。おでんを飲んでいたら穴まで開いてしまった。ということで、僕はね、ここまでプレイしたんですけど、ここでやめちゃったんですね。なんでここでやめたかというと、そうなんです。こうやってゲームオーバーになってしまったので、僕はここでプレイするのをやめました。で、今回この先を行きましょう。上行って。これが、おそらくアナザーワールドで、どうでしょうね。なんか、右上にやばい動物いたけど、それ放っておきましょう。反対行きましょうね、まずは。おお、行き止まりだな。この輪っかみたいのはなんだ？あ、なんだ、なんか、なんでもないな。これ行くとどうなんの？あ、行けない、そもそも。お。いやーって言ったよね、今。お前そういう声だったのかよ。じゃあ、こっち行きましょうか。あ、ニョキニョキって出てくる、あれで僕は死んだんですよ。あの上にいる、ねえ、あれが怖いな。あ、ちょっと痛いな。それで死ぬなよ。で、またこっから、行ってやるよ。おいおい、それどうすんだよ。おい、ちょっと待って、どうすんのこれ。何やればいいの。あ、ジャンプした。
ジャンプ何をした俺今。何ボタン押したのか覚えてないな。あ、ちょっと待って。セッティング。だって攻撃のキーがないじゃん。サウンド、ハイ、レゾリューション。グラフィックとか何でもいいんだよな。これ、移動しかないんだけど。あ。ちょっと待って。コントロールで走る。ああ！お前！またか。そんな弱すぎだろう。で、ミミズ落っこってくるから、こうやって下段キックで潰すんでしょうね。いいんじゃないでしょうかね。だんだん慣れてきましたね。行きましょう。あ、やばい。おっと、なんだ、今、なんで今ジャンプして今。あのジャンプどうやんの？やり方わかんないんだよな。お前、そんなにミミズいらないよ。また怒ってきたわ。わかんないな。あ、上だ、上。上キーを押すとジャンプ。俺なんか、おっと、やっぱり来たか、お前。お前やっぱ来たか。ほら、逃げるぞ、このステップで。早すぎるだろ、お前。これ、行くしかないだろ。やっつって今。行きましょう。どんどんジャンプして。え、どうすんの、これ。え？なんか、何？なんかやたらでかいの起きた。やあ、そんな挨拶あるかよ。逃げよう。